ろしくお願いいたします。はい、おはようございます。なんか横鉄平さんとかコンテナの話とかあるのでに関わらず結構いっぱいいてちょっとかなり緊張してます。はい、でですね、今日は、私がいろいろあとでこの後話もしますが、いろいろ結構研究でやってたので、ディープラーニングの前に、しておいた方がいいことって思うタイトルで、話させて、ちょっと名前のタイトル変わってるんですけど、目的だったり動作原理だったり、構造だったり、あとは、それの導出とかもご紹介できればいいなと思っています。ちなみにですね、この中でですね、ディープラーニングの、実装を自分で書いたことがあるよという方どれぐらいしますか？ 2,3 名。チェイナーとかを使ったんじゃなくて実際書いてみた方は 2,3 名ですね。で、じゃあその他ですね、ニューラルネットワークを触ったことがあるよという方どれぐらいしますか？3分の1ぐらいで、じゃあ神経ニューラルネットじゃなくて、神経細胞とかの研究をしてたとか勉強してた人ってどれぐらいますか？あ、それも取りますね。はい、ありがとうございます。じゃあ中身をご紹介するのでそんなに損はないかと思います。はい、よろしくお願いします。はい、あ、ごめんなさい、すいません。はい、ですね、私はですね、マディ・ディクソンというハンドルでやっています。ニフティという会社で働いていて9年目のエンジニアです。で、今モバイル IoT ビジネス部というところにいてですね、新設されたんですけれど、で JavaScript を書いたり、パールを書いたり、データの前処理だったり解析可視化、時系列の予測の、統計的な手法を使っていろいろやったりしています。で、モバイル IoT ビジネス部というタイトルの名前ですけど、バスワード危ない。でしかも IoT を最近やっていてですね、もうやばいんですけれど、あれよく見るとですね、こうデータ解析が入っていると。あやよくですね、うちの部はですね、モバイル IoT ビッグデータ部ってバズワードのまみれでも死にたくなるような名前になるところだったんですけど、一応無事に僕が断ったので回避されたという経緯があります。はい、であとですね、ちょっとだけ最初の点なんですけど、 IoT の愛を形にというところでですね、弊社デザインセンターというのを開いて、デバイスあるよという会社なんですか、会社の方々のですね、お手伝いをできればなと思って今やっています。で、Facebook に上げたらですね、リモートのクタクタ具合に吹いてしまったというひどい写真が写っているのですが、いろいろあります。はい、で、ファームウェアとか書いたりしているので、もし興味がある方はぜひいらしてください。はい、全然ここまでです。で、今日のお断りなんですが、ディープラーニングの前に知っておいた方がいい話をします。なのでニューラルネットの話をします。なんですけど、前なので、ディープラーニングの話とか、ですね、先端のアカデミックの話は、基本しません。できません。で、絶対にしません。なので、ディープラーニングが知りたい人は、ですね、残念なことになります。で、ディープラーニングしか興味ないよっていう方はですね、この時間ですね、ずっと PFI とか PMS のスライドシーンを見てるといいと思います。はい。ただですね、PFA が PFA にですね、いいな会社だなと思うとですね、こういうふうにですね、応募資格があってですね、応募資格の中を見るとですね、コンピューターエンジニアの全てに精通しているとかですね、自分の研究分野に関しては世界で一番優れているとかっていう。はい、で、今日のお品書きですが、ですね、神経細胞の話とかをしたり、認知科学、脳科学の話とニューラルネットの中の話をしたり、あとはですね、ニューラルネットワークを支えるの歴史とか、原理とか支えるアルゴリズムの話とかをしたいと思います。でですね、ヤプシーに申し込んでですね、無事採択していただいたんですけれど、こういう素朴な疑問がですね、またなんでリカレントニューラルネット、再起ネットワークとかソムなんだっていう話があるんですけれど、理由はですね、私が研究していたからで、おぶね。で、やってたことはですね、語彙学とかのニューラルネットワークモデルの構築と背景メカニズムの推定で、割と情報科学の方からではなくてですね、認知科学の方から僕は来ています。で、人は文法や語彙学とかの認知的機能をどうやって持っているのかとか、文法に基づく語彙のグラウンディングどうしているのかっていう話になります。多分皆さん子供の頃っていうか幼児の頃ですね、いいか、お前よく聞けよ、死後の後には必ず熟語が来るんだぞって多分教わったことないですよね。でも人はなぜか必ず、変な順番で日本語を喋らずに、それなりの順番で日本語を喋れるようになるし、アメリカ人の子供だったり、英語圏の子供だったら英語をちゃんと SVO だったり SVC だったり SV っていう順で話すようになります。で、これが何でなんだろうっていう話ですとか、あとはリンゴっていう単語がどうしてリンゴで果物の仲間だったり食べ物の仲間なんだなっていうのが分かるのかっていうのの、認知的な能力の研究をしていました。
で私はですねこの青いところの丸のところをやっているんですが、ここがですね実は、2つの分野の上に、境界線上にあってですねニューロサイエンスで脳の科学ですね、FMRI とか MEG とかっていうやつこれで、認知的な課題をやらせてじゃあどこが復活するんだろうってところで復活日を調べることでちゃんとそういった認知機能が基質的に脳内基質的に存在することを示したりですとか、どこの部位だったりとかっていうのを調べたりですとか、あと他方ですね向こうの方だと、心理研究とか心理実験の方ですね、幼児の、発達言語の場合は幼児のフィールドワークになるんですけれど、例えば何歳ぐらいから、SV という語順でちゃんと話すようになるか、つまり食べる私とかではなくて私は食べるとか、私は食べるだけで変だなと思うので私はリンゴを食べるとか、そういったことで語順で食べるようになるのかとかを研究元にして研究してました。で実際やってきたのはですねずっとこういうニューラルネットワークモデルを使っていました。で、5層ネットワークで5歳逆伝播法っていうのを使って学習していて、しかも間にですね、フィードバック層にソムを使っているっていうなんかこうハイブリッドの変なモデルを使ってやっていました。でこれに対してですね、ニューラルネットワークの場合は、いろんな課題をかけたりするんですけど、ディープラーニングのことをちょっと調べた人はご存じだと思うんですけれど、特定の課題って途中の中間数だとオートエンコーダーだったりとかっていうのがあったりするんですけど、私の場合は次の単語を予測して出力するような課題をかけていました。これをかけるとですね、SV ピリオド、SVO ピリオドではちゃんと SV ピリオドの方が習得度が早い、つまり情報量が少ない分だけ早いですとか、文脈の習得後は、新しい目的語を追加した場合でも、その前方にある V の影響で、適切な目的語のカテゴリー、例えば食べ物だったり、例えば乗り物だったりというカテゴリーにちゃんと、不活部位が発生して予測としてはそれなりの精度で出るっていうのをやったりですとか、あとは語順がロバストな入力、例えば英語のようなやつですねと、語順が不安定な入力、例えばトルコ語比較するとロバストの方が学習にかかる時間が短いとか、で実際のフィールドは、聞きは当たり前だと思うんですけど、じゃあこういうのがどういった認知機能によって再現されているのかっていうので、こういう形で組織化、統計的な情報を抽出して組織化するまでに時間がかかるというところを、フォーカー立ててやったりしてました、でその他シンボルグラウンドのさっきの、単語の話ですけど、ワード2ベックって知ってる人ありますか？結構いらっしゃいますね。単語の、コーパスを与えて、狂気とかを含めてですね学習のさせて、で単語を単語との組とかでの意味で設置する、グラウンドするっていうんですけれど、例えば東京引く日本足すアメリカってすると、アメリカの首都が出てきたりとかっていうのがあるんですけど、ではなくて私の研究は単語文脈でグラウンドする、例えば、他動詞のイとか食物っていうところでグラウンドするとかの研究になってました。ちなみに小説が残ってないので申し訳ないんですけれど、ドロップアウトって枝刈り法ですねとか、あとは出力自分に再入力して分生成、今でいうとこのディープラーニングのディープラーニングを使ったディープドリームってあのまがまがしいやつみたいなやつとかをな近いやつをたらったりしてました、で、ディープラーニングがこう入るようなコレクショニストの亡霊たちっていうんですけど、僕ですすいませんっていう、で、じゃあニューラルネットワークって何ですかって話にちょっとずつ近づいていきたいと思います。で人間の神経繊維細胞ニューロンの、シミュレーションになります、模倣になります。この図って見たことある人いらっしゃいますか？半分ぐらいですね。でこれ何かっていうとですね、脳みその中のニューロンのとなんですけれど、この辺がですね、こぼちゃれて大丈夫ですか？ですね。この辺がですね、樹状突起って言ってですね、他のニューロンからの接続を受ける部分です。でここに対して、このトレーナーさんがそうなんですけど、信号を受け付けて、で、バッテンが上がって、シナプスのこのジグザグってとこを通って、次の、別のニューロンにつながって電位がつながっていくと、でこれが、電位として信号でつながっていくことで脳の中で複雑なニューロン回路ができていくっていうものになります。で信号伝達の仕組みなんですけれど、他の細胞、つまりシナプス電細胞なんですけど、ここが他の細胞から来てるやつですね、こっちから電位が通ってくると、ここにあるシナプス小胞が割れてですね、神経伝達物質が配られて、これ実際に散らばっていくんですけど、でここの次の、受ける側ですね、この信号伝達の受容器のところについて、これで電位が発生して、電位が発生したらその電位が軸索を通る、つまりこの、尻尾みたいなところですね、尻尾みたいなところを通って次の新、ニューラルにつながっていくっていうのを再現しています。で人工ニューロンが何やってるかというとですね、こういった形でですね、先ほどの今の新、ニューロンをですね模倣して X0、X1、X2 というのが受容突起みたいな形で他の、ニューロンからの結合を受けて、でサムソンが走って、で出力になっていくとなっています。ニューロンの説明はこんな感じですね。で歴史的な経緯なんですけど、形式には割と古いっちゃ古いんですけど、新しいっちゃ新しいですね。1943年に理論が提案されて、でパーセプトロンがその十何年後に生まれます。
で単純パーセプトの限界についていろいろ指摘があってで、自己組織化マップっていうのが1982年この後まで出てきますけどが生まれました。で同時にホップフィールドマシンネットワークっていってですね、状態を記録する、まあ、連想記憶とかの原型となるような、理論が発明されて、ボルツマンマシンっていうボルツマンマシンの改良版がひょっとして出てるんですけど、これがディープラーニングで使われている、まあ、整形ボルツマンマシンというものですね。でこの後ですね、この後、まあ、同年ですけれど誤差逆伝播法ってこれがですねフェメルハッタによって提案されて、これによってですねこの間、これ否定されてからしばらくとニューラルネットの、まあ、冬の時代と言われる時代があったんですけれど、誤差逆伝播法が発生すること生まれることによってですね、多層のネットワークが生まれた上に多層でもちゃんと学習できることが数学的に説明できたので、またニューラルネットの研究が活発になると。でこの間ですね最近ニューラルネット、まあ、リカレントニューラルネットワークっていうのが生まれて、でまたここでですね学習がやっぱ遅いとか多層になると学習しないケースがあるとかっていうのが出てきて、ちょっとしょんぼりはするんですけど、私は可能性があると思ってずっとこの間研究していました。で私が2007年に、まあ、就職する頃に直前にですねディープビリーフネットが出てきてですね、もうちょっと続けてればっていうのはちょっと思うんですけれど、この間教授になったらなんで辞めたんっていう普通な素朴な疑問があれですね、いや論文書くのもう辛かったからですっていう逃げ出しをしたんですけれど、まあ、こんな歴史的な経緯があります。ディープラーニング生まれるまでですね。でこの後しばらくディープラーニングは、まあ、一気にわーっとはならなかったんですけど、スルスル盛り上がってきて、まあ、Google とか適応とかしだして、で最近わーっと盛り上がっているというのが現状です。で、ニューラルネットワークですね、教師愛信号教師信号に見るニューラルネットの分類で、教師信号って何かというとですね、入力に対して出力があるのかないのか、つまり出力っていうのは入力がこういう出力になってほしい、こういう結果を出してほしいっていうのがあるのかないかっていうのになります。教師愛学習っていうのはですね、まあ、入力に対して求められる答えが決まっている。例えばクラスター分析ですとか、例えば、まあ、何でもあると思うんですけれど、例えば、検索ワードが入った時にどれをランキング上に出してほしいとかするんですね。で表紙なし学習っていうのは入力に対して答えが決まってない。でこれ具体的にどうのがあるか、例えばパーセプトだったりボルツマンマシンだったりディープラーニングで、表紙なし学習の方は自己組織化マップとかニューラルガスとかでもあります。でこれら2つが何を学習するかというとですね、ソーシャル学習の方は入力出力の関係を学習する、つまり入力と出力があるので、これは一つの関数と言えるんですね。関数を結合荷重とネットワークのアーキテクチャによって再現する、これを学習します。つまり、まあ、この後も話しますが、ある意味ですね、任意の関数を、再現することができる結合荷重によって、分かっています。で、教師なし学習の方はですね、あくまで入力の統計的な、はい、すみません、入力の統計的特徴量を学習するというのがあります。で、学習というのはじゃあ何を意味しますかというとですね、ニューロン間、相関のみとか全結合など制約はありますが、シナプス間の伝達効率をチューニングすることに、変わりないです。でノイズが乗ってたりですとか確率的入力、例えばですね皆さん犬っていう写真、まあ、写真を見た時に写真の犬って、まあ、写真の犬は大体必ずもうこの写真に固定されてるんですけど、例えば普通の犬を見るときって角度が少しずつ変わりますし、まあ、太陽光が少しずつ陰ったりすることで色も変わるけど、どうも同じ犬って認識できる、こういうことですね、まあ、ノイズが乗ってるという状態なんですけれどにもかかわらず、ちゃんと、それを説明できるっていうのは、より特徴的、より効率的な入力に対してこれが犬だっていう出力を返せるような、本質的な情報を抽出するっていうのが、ニューロンにおける学習になります。全然終わってない。感覚性能の獲得になります。でニューラルネットのいいところと悪いところですが、任意の連続関数を禁じできることですね。で悪いところは、いいところですね、連続関数を禁じできることですね。で特徴実在がディープラーニングを行いますと。で悪いことはですね、関数写像できたんですけど分散表現なのでなんかよく分かんないんですね。PCA とかシステム分析とか線形回帰なら係数の重みからだいたい X が強い、 X1 が強いなら X2 が意味があるんだなとかって分かるんですけど、まあなりますと。はい、飛ばしていきます。で応用面ですね、工学的な応用、自然現象とかパターン認識、異常検知ですね。で私の方は認知機能の解明の用途で使っていました。この辺ちょっと飛ばしていきます。はい。でニューラルネットがどう機関するかで、階層的ニューラルネットっていうのが、まあ、層がいくつかちゃんと決まっていて、で信号伝達が、まあ、一方とこだってちゃんと方向が決まっているものですね。でこれ何かというと、入出力における結合荷重、先ほども言いました学習というのは何かというと結合荷重のチューニングですと。で入出力の関数を効率よく再現できるように情報を圧縮して、まあ、抽出して取り出す、効率的、つまり、入力に対してより、意味のある情報だけを中間層で取り出すことで出力に対して、まあ、回答するっていうのができるようになるっていうのが学習になります。まあ、例えば、まあ、
2×4 の4乗の入出力を10を加えた時ですね、入出力を実現する関数を再現するんだったらに対して、まあ、役立つ情報はどれかなっていうのを選択的に、重み付けすることで統計的に抽出するっていう機能になります。で信号伝達においてはですね、まあ、ここでシグマで関数がかかってるんですけれどこれはですねシグモイドや双曲線関数が使われますと、はい、おそうだこっちか使われますと。で、まあこういった研究とかの結果論文も出ているのでもし興味があれば見てみてください。で、ラメルハートが提案した誤差逆伝播法バックプロパゲーションというアルゴリズムによってですね、それぞれのレイヤーが出力強振信号が入った後にですねそれが伝播することで学習することができますと。ここの層までちゃんと下の層までじゃあどういうふうに重みを変えたらいいのかっていうのを学習するアルゴリズムになります。でこの辺同質をいっぱいちゃんと書いてきたんですけれど真面目にあの実装して使ったことある人いるかもしれないですけどこれを同質してる人って多分そんなにないかなと思ったのでやってきたんですけど、飛ばします。で、私がやってきたのがエルマンネットワークってですね、1世代前の中間層の分散表現を入力しとして入力層とともに再度学習を繰り返すね、で H っていうのはヒドゥンレイヤーなので隠れ層ってことなんですけど隠れ層の出力は隠れ層の前のやつですね。ここで一回コピーをして返すってことをすることで、文脈情報を利用することができると。でこれと入力数を合わせてしかも予測学習っていうのを、強いることによって、時系列の情報を使った学習になりますと。はい、で、まあでそうですね、予測誤差を変更するニューロンの存在も実は示唆されていて論文上ではまあ出ていますと。はい、でセルフワーニングマップ自己組織化マップの方なんですけれど、まあ、生物の脳内にはですね、順序関係が維持される組織化されたマップがありますと。で、まあパッと見たことある人かもしれませんけど脳の中のホムンクロス、まあ、気持ち悪いやつがあります。でこう体制感覚野っていうのが連続になっているですとかあと猫の、側頭葉のところではですね音響マップっていって音の位相を、高い方から低い方に順序されて並んで復活する細胞が並んでいる領域があります。でこういうのを再現するためにはどうすればいいかってところで発明されたのが、まあ、セルフオーガナイジングマップっていいます。で階層型のさっきの、ニューラルネットワークはですね、ニューロン間の結合過程を学習することに対してソムでは近傍っていう、幾何学的な概念を導入して、順序を持った再現組織化マップの再現に成功しています。でヘップの法則っていうのがあってですねシナプス間の代謝間が、前のシナプスの前の細胞が孵化したときに次の細胞が孵化した場合はここの間の代謝が変わる上がるとかっていうのがあってですねでこれによって学習結合過剰が変わっていくと。でニューロンの応答選択性で、ある刺激に対して特異的に反応するニューロンというのが必ず存在するだろうと存在するしますと。で神経伝達物質は実際には、拡散していくので、近くの分野も近くのニューロンも復活しますと。とすることで例えばですね、まあ、こういう、入力があった時に、脳の中の例えば後頭葉の方だと一次視覚野というのがあるんですけどある理由が入ったときに、まあ、特徴的に反応する一番強いニューロンがありますと。でここの周りのニューロンっていうのは、シナプスを受け付けると当然シナプスが、神経伝達物質が広がっていくので、その近傍もまた同じく活性化されてしまうと。で活性化された者同士の間っていうのは代謝は変わるっていうのが、まあ、ヘブの法則なのでここの結合過剰が変わるとでそれの周辺も変わっていくとこうすることで近傍がより、似た、入力に対して反応するようになる。でこれによってですね当然近いものは近い反応するで遠いのものは遠く反応するとすると例えば、音響マップですと、高い位相のものから低い位相のものになりますと。終わってしまいました。はい、楽しんでください。はい、楽しんでください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。何か質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。言ってないから説明してください。この辺はディープラーニングとかマシンラーニングやってる方で多分利用しやすさは今後増すはずだと思ってます。ライブラリとかが増えることでフレームワークが増えることで例えば Google DQN とか Amazon、Azure のマシンラーニングが増えると思うんですけど使うだけじゃなくておそらく今みたいなその神経伝達物質がどうたらの話とか、数式を導出することができると、本質の話ができるのでもっとよりチューニングができたり新しい、情報ファクターとかを入れたりして改善したりとか皆さんの手で新しいアルゴリズム新しいアーキテクチャを生み出せるときっとあとこの IoT とかも含めてですねマシンラーニングとかの業界が広がっていくと面白いなと思っています。はい、ので今日こんな発表してました。すいません巻いてしまって。
まあ大丈夫です。寂しくなってしまった。あ、すみません。はい。はい。あのスライド公開していただきます。あ、スライドはあとであの誤字脱字とあと論文ちょっと補足足りなかったので入れたりしてあの公開しようと思っています。楽しみにしてます。はい。ここもう少し詳しく説明してほしいかみたいな話とかもないですか。大丈夫ですか。あの語彙獲得のところで、はい、ソグはどういうふうに使ってたのか教えてほしいんですけど、はい、今ちょっとスライドがここなのでこれ出しますけれど、ですね、これ何が起こっているかというとですね、入力層とタブレット両方から、情報が入ります。でそれに応じてこのマップが、組織化されていきます。で、まあ、ここはあと別のページと入れてるんですけど、ここが入るとどういうことかというと、まあ、通常の、まあ、M&A ネットとかの最近のネットだと、ここっていうのが系列情報を分散的な表現として抽出するようになります。つまり出力に対してちゃんと役に立つ情報というのがここに集まるようになります。でそれが近い情報で集まってくるということは、例えば、動詞だったら動詞、イートだったりドライブだったり、これがその都市化マップ上で近傍に集まってくる、つまりある種のクラスタリングができるというのは、逆に言うとですね、逆にじゃないですか、説明すると、今までは一個一個の個々の動詞、走るとか歩くだったものが品詞っていう概念の抽出になるんじゃないかと。で逆に品詞っていうのは順逆じゃないですね、次はさらに回すと品詞っていうものがまたこっちに返っていくことによって、より工事の概念を構築できるんじゃないか。つまり品詞と品詞のつながりを覚えることができる、つまりまあビルディングブロックのようにちっちゃいものから組み合わせて大きい概念の獲得につながるんじゃないかと思ってやっていました。あれですか、その手二次元にしてるんですか。これはいろいろ試したんですけど、まあ、図には今2次元で書いてますが、2次元のソムだったり3次元のソムだったりはしていますが、4次元のソムにするともうなんか全くクラスタリングがよくわからなくなってしまったので、あの3次元までにとどめました。分散表現のクラスタリングのために使っているということですか。そうですね、近傍にとどめた、とどめるためのアルゴリズムで使ったという形です。ありがとうございます。すみません、これって入力としては分子とはどうですか。時刻1つごとに、明示的な表現というか、あの一個一個の個々の表現としての単語を与えました。例えばこのユニットは i、このユニットは u、このユニットは、e と、このユニットはドライブと、まあ、本当はこの段階、前段階にあの音声解析とかもあるんですけれど、まあ、一旦学習の簡単にするためにやっています。はい、発達研究の方から、子どもに対して明示的に話しかけるときには、親っていうのは文法的に簡単な文、正しい文をやるというのが多く提示するというのが出てたので、今回の場合は SV ピリオド、SVO ピリオドっていうのをそれぞれ単語に分解したものを、何十万文とかを提示しました。でそれは英語のパターンですね。でトルコ語のパターンの場合はトルコ語に合わせて、確率的に SV とか VS とかを使って提示しました。その辺のスケーラビリティってどう考えますか。もっと複雑なところまでいけそうかな。正直やっぱり、まあ、バックプロパゲーションの、まあ、本質のところかもしれないですけど、なかなかちょっと学習のパラメータチューニングが難しくて、どうしたものかなっていうところも若干はありました。ありがとうございます。はい、ガチ学会発表みたいになってしまった。大丈夫でしょうかね。はい、では、まあ、これに投稿終了させていただきたいと思います。まあ、改めて大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。